はい、では老発症の過当症の用法について説明をしていきたいと思います。過当症、このように手を伸ばして脇に刺して、片方の手を脇に刺して再びタクテンションに戻るという非常に意味のわからない形をしていましたので、少し説明をしていきたいと思います。まずこれが敵の攻撃の手だとします。多人数戦で入り乱れて攻防している最中に、向こう後ろから敵が来た、その時に私はこういう風になっていた時に、まずこの手を後ろに刺しますね。そして避けます。避けてそのまま入っていきますね。手を避けて上に上げながら入って、ここで一発撃ちます。撃っておいで、回りながら吐く、そして吐くでそのまま病院、そして進歩戦勝、このような流れで使えますね。これが絶対ではないんですけど、大きく言うとこんなような感じです。つまり攻防していて後ろから敵が来た時に、まず手を後ろに刺し、手を避けて上に上げながら、まず一発反対側の手で脇か腰骨あたりを一発打って、そして振り向きざまに戦勝なり戦勝なり両院勝なりハックをなりを打つ、そしてまた再び次の攻撃につなげる、このような一連の流れの攻撃用法が予想されます。その時の状況に応じてコロコロ変わってきますので、絶対こうだという方はない。それが白血症なんですけども、特にこの下等症に関してはその時の状況に応じて出す技が変わってきます。例えば今こうやって用法を示している段階でも、このスポンジの反応状況によってコロコロ変わるんですよね。ただこうやって入り乱れてますね。さあこの状況で手を入れてこうやって打つ、これで今このここがちょうど足がいいもんで、この足で打ちました。そして次に手刀で打って反転してまた戦勝、このように流れというのはコロコロ変わるんですね。下等症もこの絶え間なく変化していく戦闘状況にすごく対応している方であると思います。つまり自由なんですね。何をやってもいいんです。とりあえず後ろ手でこちらの手で刺して後ろ側からの攻撃を避けるんですけども、その後はもう自由です。何もやってもいい、どのようにしても OK、 そのような意味合いがあります。ですから下等症を学習した後はいろんなバリエーションが増えてきますので、楽しみにしておいてください。では下等症の用法を説明を終わりたいと思います。